はい、どうもラッキーです。 FPS 講座やっていきたいと思います。今回はグレネードについて、紹介、まあ解説していきたいなと思います。これですね、グレネード こんだけの種類があります。まあ全て紹介したいと思います。まずはフラグね、使っていきましょうか。でですね、普通のねサバを使用しているんで、もしかしたら他のプレイヤーが入ってくるかもしれないと。まあ、そこら辺ご了承ください。まあ、こんな感じに投げることができ、ドカンと、入ってきちゃいましたね。入ってきちゃったかー。まあ、ちょっと、悪いことしなそうなら、まあ、いいですかね。一緒にいてもらってね。はい。ちょっと、はい。はい。というわけで。グレネードはこんな感じ。で、フィールドアップグレード、あるじゃないですか。ですね。これですね。これを、ちょっと自分空いてないですけど、グレネードをね、一つ、これですね。攻撃耐性で、グレネードをね、2個。まあ、1個増えるっていうことなんですけど、まあ、2個つけることもできます。で、フラグは、攻撃力なんで、直撃というかね、かなりの範囲で一発ダメージ。一発キル。ができます。で、次、ミニですね。で、ミニはですね、まあ、同じところでやりますか。フラグ、一般的なフラグより遠くに飛びます。まあ、なんとなくわかるかな。まあ、名前の通り、ミニなんで、被弾面積は小さいって言えばいいのかな。うん。被弾面積は小さい。うん、で、威力もそんな高くない。で、今分かったと思うんですけど、2個持つことができます。今決してフィールドアップグレードをつけたわけではありません。あ、抜けましたね。はい。で、まあ、フィールドアップグレードを持つことによって、3個合計で持つことができるんですね。うん。で、ミニは2個ある。で、まあ、威力は低くて遠くに投げられる。まあ、ちっちゃい。からっていうのあるんですけどね。そういう特性があります。で、次、インパクト。あ、これ説明を見せればいいんだね。これミニは小型ハンググレネードで標準的な M67 より遠くまで投げることができるが、威力は劣る。劣るでいいのかな ?2 個まで、持つことができる、できるよって。傾向かな?で、インパクトは、小型のため爆発範囲も普通のグレネードに比べて狭いけど、着弾からわずかな時間差で爆発する。ね。フラグって投げてから1、2、3ぐらい。大体ですけどね。ただ、インパクト見せましょうか。投げます。僕の感覚ではワンバウンドなんですね。うん、普通のフラグって、上に投げたら、っていうか違うな。上、高いビル、上から下に投げると、空中で爆発する。インパクトは、壁、もしくは天井。天井?天井当たるかな?天井にあったら爆発すんの?グラナート機だよ!地面ですね。で、爆発すること、あるんで、これはですね、まあ、一発しか持てないですけど、かなりね、キルできますね。公式でもインパクトは使用禁止になっているぐらいです。はい。で、インパクトは、例えば、ここにプレイヤーがいるとしたら、フラグの場合、投げた時、逃げることできますけど、インパクトの場合は、あ、ちょっとほんと早すぎるね。早いんですよ。なんで、だからもう本当に、だから、なんだ、そこの、ここに、じゃあプレイヤーがいるとしますね。いるとしましょう。で、この上にね、じゃあ当てますよ。補充。補充できた。ここに当てる。あれ?ちょっと今突っかえましたけど。もうこの人逃げられませんよね。ここにいた場合。え?っていう。これがインパクトのいいところ。で、まあ、威力は低いです。ミニほどではないですけど、フラグほどではないと。
なんで、まあ、もろで当たって80ダメぐらい。80ダメージなんで、まあ、使い道としては一発投げて、ダメージ与えてから、ババババババーンって打てば、もう、即やれるぐらいですかね。これがインパクトのいいところと。はい、次。まあ、主にね、皆さんが使っているフラグっていうのは、この3つですね。爆発系。で、次からちょっと特殊なものになっていきます。こちらはね、炎ですね。炎。まあ、BF1 でも出てきましたね。まあ、こっちの方が性能はいいんでしょうけど、まあ、炎という油、第1次のやつは油の瓶に入ったやつを、まあ、火をつけてやるって感じなんですけど、これはちょっとね、着弾からちょっと経つんですね。こんな感じで、燃えてから煙がファッサーみたいな。まあ、なかなか熱いですよ。で、ちょっと食らうとですね、そうなんだ、燃える、まあ、言えばですね、その、服に火がつくっていうイメージですかね。うん。もう投げて、バーって結構なダメージで、秒ダメと、あと服について、おー、ギリギリー、みたいな。ちょっと敵プレイヤー入ってきちゃいましたけどね。ID 大丈夫かな、これ。晒しちゃってるけど。まあ、そんな見てる人少ないですけどね。はい。まあちょっとただね、こういうことをね、こういうね、入ってくるプレイヤーが、いるからちょっとやりにくいんですよね。で、こいつのいいところっていうのは、まあ投げて殺すこともできるけど、この時、スモーク代わりにもなるっていうのがいいところですね。はい。で、うまいプレイヤーっていうのは、フラグのちょっとの煙でもスモーク代わりにするんですね。一瞬の爆発で。それにも対応しているっていう、ね。ありますね。体に付着するため、炎から離れてもダメージを受けるっていう。で、次、スモーク。これが、本来のスモークの使い方。まあ、さっき紹介したの、ちょっと順番が誤ったかな。うん。これがスモークグレネードですね。こう、スモークファッサーってなって、ここを塞ぐことができる。まあちょっとスモークの使い方とかもね、ちょっと後々説明していこうかな。スモークは3つ標準装備ですね。まあこんな感じ、スポットからも逃れることができるって今説明されていましたね。はい。で、まあ基本的にプレイヤーっていうのは視界が悪いとこには行きたくないので、まあスモークを焚けば、まあそこの、なんだ、壁を塞ぐってイメージかな。うん。そっち塞ぎたかったらそっちに投げれば。ちょっとミスりましたけどね。まあこう塞ぐことができるんで、まあこっちを通過することができる。というわけですね。あっちでやってプレイヤー何なんだろうな。あっちずっと撃ってない？あ、撃ってるね。まあいいでしょう。はい。で、次。フラッシュバン。フラッシュバンは、大会でも禁止されていますね。はい。で、まあ、最近ではないんですけど、まあ、いつかのパッチ、アップデートで強化されて、だいぶサバ内でも禁止するようになったサバ多いですね。まあ、その後弱体化入ったのかな。食らってしまうとですね、はい、眩しい。まあ、ダメージも4ダメ入るということでね。結構長いんですね。あのね、初期の頃はこんな強くなかった、正直。でもね、かなり強化されて、本当に何も見えなくなったっていうのがあるんで、フラッシュバンがなかなか強力ですね。やっぱり使い道としては、そこにプレイヤーがいるならそこにフラッシュバンを投げる。自分食らっちゃうんでね、ちょっと避けながら、はい、ダダ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 って感じで、やれますね。で、かなりほんと視界が悪いというか、もう視界が悪いとかの以前の問題じゃないですね。真っ白なんでね。結構さっき食らってみて分かったと思うんですけど、時間もかなり長いと。まあ、一つ逃げる手段としては、マップを見て位置を把握して逃げる。うん。っていうのが、まあ、方法があるんですけど、基本的にはやっぱりかなり強力なものになっています。のが、フラッシュバン。
使う場合にはね、サバの、説明文よく見てください。フラッシュバーン、バーンとか書いてある、バーンって弾くとかね、キックとか NG とか書いてあるんでよく見てください。はい、こちら、トーチみたいなものですね。暗いエリアを照らすことができる多少の見比べ効果を持つ。トーチっていうとあれか、 COD のあれになっちゃうか、ちょっとごめんなさい。こちらの場合はですね、あんまり使ってる人はいないんですけど、暗いとこを照らす。じゃあ、ここに投げましょうか。ちょっとあんま暗くない。こんな感じね。ロッカーとかね、結構見ますね。うん。で、目くらまし効果っていうのは、サーマルね。これ、何も見えないでしょ、これ。これ普通。サーマルって、敵プレイヤーがね、赤く光るって言えばいいのかな。かなりわかりやすいんでね。で、そこにこれがあると、かなり見づらいでしょ、これ。ほら。もうこれで、この何、一方方向を塞げば、例えばじゃあここに投げると、もう、サーマル使えないですね。うん。使えないです。こっちから有利にすれば、こっから使えると。その投げる位置も重要ですね。こっちからはあっち見れないけど、あっちからはこっち見えるっていうのが最高のポジションなんで、そうですね。こっちだとここなら使えるかなっていう。ただやっぱりこれはね、嫌がるプレイヤーはいます。サーマルを使ってる人は特にね。スモークもね、サーマル、防ぐこともできますけど、サーマル対処ならこれが一番強いかなというわけであります。あとあれだね、ナイトマップにもよくこれ使われてたかな。うん。ナイトマップサーマル使う人多いんで、やっぱり暗いっていう部分でもこの明かりを灯すっていう意味では結構使われていたかと思います。紹介このぐらいかな。うん。グレネードの種類だったり、それぞれの使い道。で、インパクトとかね、フラグでも殺し方っていうか、これも後で紹介しようか。で、一個、牽制方法について。で、グレネードって殺すためだけじゃないんですね。もちろん、そのプレイヤーを倒すためでもありますけど、牽制の効果があります。っていうのは、牽制は、ラインを上げる、っていう感じですかね。ここじゃないなー。どこだろうなー。こっちにしようかな。ここにラインができるとしましょうか。なんとなくのイメージでお願いします。ここで敵が張っている。ここで敵が来た敵、ババババーンっていう。で、ここの強歩、ここの強歩で、さらに奥で待たれているとか、の場合。やはりここを突破するのは難しいという時に牽制します。グレネードをポンっていう。で、そうすると、ここのプレイヤー今、逃げますね、絶対ね。被弾しましたし。あと、ブロックを壊す効果もあるので、特にフラグ。今、後ろのブロック壊れましたけどね。はい。そういう部分も持っていますんで、もうブロックを壊すだけでもかなりの牽制になります。牽制というのは、ライン上げですよね。突破することができます。これが、グレネードの使い道。一般的に倒す意味でもありますけど、かなり有効な手段としては、やはり、ラインを上げる。グレネードですかね。スモークでラインを上げるっていうのは、ちょっと、話が違ってくるので、基本的にはグレネード。で、このね、投げる時間帯もね、ぜひ覚えてほしいですね。うん、こんな感じでブロックは壊れます。で、投げる時間っていうか、BF4 持ってから、投げるのに結構時間がかかるんですね。やってみてほしい。あ、やば。うん。やってみてほしいんですけど、かなり時間がかかります。ピン抜きがあるんでね。BF1 だと即投げる。うん。僕ね、これ最初ね、本当にやりにくかった。今みたいに、この投げる作業、あっちに投げたい時って、フラグって、こっから投げると、こっちから出てきた時にやられますよね。じゃあ何がいいかって、
一瞬だけ出て投げれば最高。こういうことですね。今ちょっとバグがありましたけど、このタイミングを分かるだけでも相当強いです。この一瞬だけサッて出て投げられれば強いですね。だからこの感覚を覚えてほしい。基本的には全部同じタイミングとして見ていいでしょう。ただ BF だと投げた瞬間に投げるので、 BF1 かでは変わってくるので、まあちょっと BF1 では使えないっていうか、まあ BF1 でね、なんだ、そのまた変えてほしいんですけど、グレネードの投げ方はまあ一瞬だけ出るのがまあポイントかなと。まあそのタイミングを覚えるっていうね。でまあ、そしてまあ牽制能力もあると。ライン上げにはね、十分効果があります。なんで、まあそのぐらいかな、グレネード。あとやっぱり少しのテクニックで言うと、壁越しに待たれたプレイヤーへの対処ですよね。例えばじゃあここでプレイヤーが待ってるとしましょう。で、じゃあこっちも分かっている。あそこどうやるか。こっちから出てやってもいいですけど、あっちは頭出し、こっちは全部出てますよね。そうでもないか。まあでも基本的に待ちが有利なのでやられてしまうと。まあ一人だけじゃないんでね、他。こっちにもいるかもしれない。という場合にですね、確実に左のプレイヤー倒したいときは、これ使いましょう。これね。今ちょっと逃げることも可能ですけど、グレネードはですね、壁に当たって跳ね返るの特性があるんで、ここにね、当てることによって、弾が、僕弾でいいですか？僕弾ですね。はい、投げました。パン、ツー、ドカーンっていうイメージです。反対もそうですね。こっから当ててもらえれば、あっちに行きます。っていうのも覚えておくと、また戦略の幅が広がるのかなと思います。で、一人入ってきましたけどね。クレイモアを設置して、何を考えているんでしょうか。というわけで、ちょっとプレイヤー入ってきましたが、ね、3人ほど入ってきましたね。合計で。まあいいでしょう。今回はね、グレネード牽制方法だったり、種類だったり、使い道、殺し方。まあね、グレネードはね、ちょっと応用編まだあるかもしれないので、今回はざっくりと紹介しました。もう一人ぐらいプレイヤー入ってきた？そろそろ抜けましょうか。はい、というわけで、FPS 講座、グレネード編でした。というわけで、ラッキーでした。チャンネル登録、コメント、評価お願いします。I'll be back.